はい、ドラマーの倉橋です。今回は三連符の発展の道というのその2っていうのでやってきます。前回3連符で基本的なことをやっていったんですけど、それの応用、ちょっとレベルが少し上がります。中級というふうになってますね、うちではね。さて3連符ですけど、6種類やります。今日は6種類って言ってもそんな大したことないです。大丈夫です。まあ一番最初、1番と2番は前回やったシングルストロークとダブルストロークね。ちょっとやってみますね。ちゃんと左足でカウント取ってやりましょうね。ワン、ツー、スリー、フォーね。後ろに移動、後ろを移動させるやつですね。そしてダブルストローク、移動させることによって6つずつにこう分かれてると思います。さて次はね、3ストローク。一番最初は右左左ね。こんな感じですね。左足と一緒にやってみましょう。こんな感じですね。シングルストロークは音が大きくなると思います。ダブルストロークは少し小さくなると思います。それも実は大事なことなんで、変に音量を合わせようとしなくていいです。でもう一つ4番は、これは後ろの方にシングルストロークが来るわけですね。こういうことですね。2,3,4 ね、こういう風になります。で、移動させると3番の方の頭の方は 1,2,3,4 後ろの方は 1,2,3,4ね、こんな感じになります。後ろの方を移動させる方が多分少し難しくなります。これで3番4番ですね。で、実はこの3番はこれは前回やった頭を移動させる3連符と内在されたメロディーが一緒なんですね。で、対して4番は これは今回の1番と同じです。どういうことかというと、続けてやってみますね。 1,2,3,4ね、共通点がこう見えてくると思われます、ね、そうするといろんなことにどん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 発展していくんだよというふうなことを言いたいんですけど、まだまだ見えてこないと思います。そんなすぐ見えないよね。そうですよね。さてさてさて、では5番6番いきましょう。5番はね、手順というか移動の仕方が2種類書いてあるんです。これはね、ちょっと説明したいんですけど、これね、ダブルパラリドル、まだパラリドルもやってないんですけどね、ダブルパラリドル出てきちゃいましたね。ね、ダブルパラリドル、ちょっと説明もしましょうね。パラリドルっていうのがあります。右、左、右、右、左、右、左、左。ね、こういう手順のものをパラリドルと言います。擬音語ですね。パラディド、パラディドって聞こえるんですね。パラディド、パラディド、パラディド、パラディド。こういう擬音語になってるやつはすごく名前も重要なんで覚えるといいですね。言いながら練習するのが非常にいいです。で、
ダブルパラディドルってことはどういうことかっていうと、パラパラディドってことです。パラパラディド、パラパラディド、ね、パラが2つなってるわけですね。ワン、ツー、3連符でね、ワンって言った、ツーって言った、スリーって言った、パラパラディド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 、パ、こういう風になるわけです。で、この手順を覚えるのに、まずはその括弧の中のダブルストロークを移動させる方でやってみたらいいかと思われます。思われます。こんな感じです。ツー、スリー、パラパラディド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 、ね、ね、ダブルストロークをこう移動させるというふうにね、してまずは覚えるのもいいと思います。なんですけど、これ内在されてるメロディーっていうのは実は、シングルの方が音が大きくなるので、タンタントとテンテントとっていうようなメロディーなんですね。なので実はこういうふうに覚える方が実は自然なんですね。なのでこれに2つ書いてあるんですけど、まあ2つとも両方とも練習するといいと思います、ね、例えばその2番と一緒に練習すると、括弧の、ね、手順で練習するとすごくいいかもしれないですね。こんな感じです。ね、こんな感じでね、練習してあげるのもいいです。さてさてさて、じゃあもう一回、じゃあダブルパラリドルのその上の方ね、ワン、ツー、スリー、フォー、ね、こんな感じ。そして6番目、これはね、シックスストロークと呼ばれるやつですね。どんな感じかっていうと、こうなってます。3ストロークの3番と4番を1個ずつこうつなげた形になってますね。こんな感じです。ね、こんな感じです。そう、5番とね、交互に練習したり、まあ全部混ぜて練習するのもいいですよね。2、3、4、ね、こんな感じです。さてさてさて、こういうのですけど、例えば6番のね、シックスストロークなんかよく使うフレーズなんですよ。っていうかね、これめちゃめちゃ早くできるんです。もうね、考えなしにこうね、もうあとソロでよく使う。わあ、ね、すごく早くできるのでよく使います。よいしょ。あら、何を書いたか忘れちゃった。そうそうそうね、赤字のところが移動させるっていう、最初に説明しなきゃいけなかったですね。赤字を移動させてますね。そう、映ってるね。で、赤いところの右手はフロアに、左手はハイタムにこう移動させてますということですね。うん、シンバルレガートと組み合わせて練習するのもいいと思います。4小節単位で練習するといいですね。まあ全部入れることができるので、まあ例えばその6ストロークだったら2、3、4、3、2、3、4、2、3、4、3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 、2、
あとはね、自由に行き来する練習も非常に効果的です。例えば 1,2,3,4,5,6 って続けてやってみましょうか。 1,2,3,4 ね。で、テンポも結構速いのからゆっくりなのから、いろんなテンポでやるといいと思います。左足をちゃんと入れて練習するといいですね。さてさてさて、ですね、ダブルストロークの3連符が前回失速した感じになりませんかっていうね、感じに聞こえませんかというようなことが、それはなぜかっていうの、答えまだ出てきてないですね。その3になるのかな、答えはね。これはじゃあその3まで待たないでね、ちょっとじゃあ、ここで答えを言ってしまうと、ダブルストロークのね、これをダブルじゃなくてシングルにしたらどうなるかっていうと、2,3,4二拍三連なんですよ。二拍三連をダブルで叩いてるから3連符になってるという感じで、元は二拍三連というものなんですね。なので元は二拍三連なので、そういう感、そういうふうに感じるわけです。そういうふうに聞こえるわけです。というところなんですね。そういう、だからなんていうんですかね、どういう要素があるからこういうふうに変わって聞こえるんだっていうのが結構あるんです。なのでそういうのも学んでいかないと、例えばね、捉え方が違うとできなくなるフレーズとかってあるんですね。これ難しくてできないなーっていうのは捉え方が違ってたりするんです。まあそういうのもあるので、まあね、こういうのどん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 練習してるとそういうのに気づいてくるっていうことなんですけどね。まあ要するにその二拍三連が感じられずに、別にダブルストロークで叩いてたわけですけど、それは二拍三連を意識するようになると、さらに理解が増して上手くなっていくという、そういうことなんですね。まあ今回はまあ6つやりました。これね、3番4番の3ストロークに関してはまたこれだけの動画っていうのが撮ります。まだ撮ってないんですけど、これから撮りますね。まあちょっと先になるかな、その時にこれだけでやっていくっていうのが、これをずっとやっていくっていうのがあります、ね、昔の動画ではもうそういうの出てるんですけど、また新しくね、こういうちゃんと記事にして、ね、こういうね記事にして、でまた撮り直します。さて今日はこんなもんでしょうか。さっきその1を上げたんです。YouTube にね上げたら画質なんか綺麗になってたような気がします。気のせいかな。わかんないけど。まあ今日はこの辺にしときます。ドラム教室やってます。無料体験レッスンなど説明欄の方にリンク貼っときます。あともしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。